お願いします。そうですね、僕はそのアンリを育てたとかそんなあのつもりはあんまりなくて、一緒に成長するために頑張ったっていうだけであって、まあでも今思えば1年生で入ってきた時に今のアンリがあることはまるっきり想像してなかったんで、確かにこうヘディング強いし体も大きかったけど、ここまでの選手になるっていうのは全然想像できてなかったところを、僕らの期待をはるかに超えて自分で努力したアンリにこと、ちょっと尊敬しますね。いや、そうですね、自分本当に、まあ、監督とかに何回も送られてきて、まあ、本当に何回も送られてきて、本当に、まあ、苦しい時だったんですけど、まあ、言われたことを、まあ、しっかり練習とかして、そのおかげで自分上手くなったし、もうその辺は本当に感謝してます。いや、もう本当にもうお父さんみたいな感じで、本当にもう自分のことを捨てないで、もう自分本当に最後まで見てきてくれて、まあ、自分は代表とか呼ばれたとしても本当に何回も怒ったりしてくれて、まあ、まだ全然いろんなことを教えてくれたり、まあ、その辺は本当に感謝してます。まあ、本当にこう最初アンダー17に選ばれて、アンリ呼ばれたぞって言ったらもっと喜ぶのかと思ったら意外とビビってて、ええみたいなこと言ってて、で行って森山さんに話を聞いたら帰りたいって言ってたらしくて、その代表が一番僕が下手くそでここにいるべきじゃない、帰りたいって言ってて、でも最後の合宿のヘディングシュート決めた後にもっともっと成長したいっていうふうに言って、その合宿を終えてからのそこのスイッチからの取り組み方はもうプロ選手以上の取り組み方をしたんじゃないかなと。で、自分の怪我との取り組みもあったし、その怪我でイライラしながらも自分のもっとキック上手くなんなきゃいけないとか、体幹強くなんなきゃいけないとか、怪我のところを直さなきゃいけないとか、まあ、僕らもチェックはしましたけど、もうチェックしなくてもいいぐらい 100% こなしてたっていうところが、この今のアンリのこの体つきになったんじゃないかなっていうふうに思います。そうですね、あの2年生の時はあの、まあ、グロインペインからね治って、で僕らも選手権もあるんでセンターバックもあるしフォワードもちょっとやってもらったりとかして、でも僕はアンリがディフェンスだけの選手ではないっていうふうに今でも思ってるんで、 もちろんチャンスがあればボランチやることもできるし、練習でやらした時はワンタッチしか使っちゃダメとかって制限かけながらやったりとか、でフォワードでもやっぱりこう点を取る才能は多分高いと思うんですね。あのシュートのタイミングとか、あの教えてもできないじゃないですか、天性のものっていうのは。そういうものを持ってるんで、いろんなところで活躍できるんじゃないかなって思ってて、そういうのも教えてきてたんですけど、まあ、2年生の時は、ま、あの3年生もいて、1回だけ僕はもう雷落としたことがあって、あのグラウンドを抜け出そうとした時に、ここで抜け出したらもうサッカー選手としてもお前絶対教えないって言って、でそこでちゃんと戻ってきて、びっくりしたのは次の日遠征、もう選手権のベスト8だったんですよ。で J ビレッジ泊まって、あの食事の時に監督がちょっと僕話あるんですって言って、何人だ急にと思ってびっくりしたら、俺はすいませんごめんなさいって言って謝って、みんなにこっからちゃんとやりますって言って謝ったん でみんながなぜか3年生が拍手してるっていう、よくわかんない食事の時間になったんですけど、そういうのを言えるっていうのがまたすごいなと思って、あそこからまあ本当にアンリがもうどんどんやるっていうのと、あとはもう代表の活動をちょっと僕が見に行くことが、たまたま千葉で、実家も千葉なんで泊まるところもあったし見に行くことが多かったんですけど、その時には今日はここができた、ここができなかったっていうのをちゃんとメモしてチェックして、その都度アンリに全部練習の時に言って、あの場面こうだったんじゃないの、どうだったって話をしながら、あのチェックをしてた分次の代表に行きやすくなったかなっていうのはちょっとあります。はい、いや覚えてます、もう一生覚えてます一生覚えてます。あれはもうあれは忘れちゃいけないあれ俺がもう完全悪かったです。試合中先輩と揉めちゃって、ボール持ってないのになんかずっといじられてて、もう帰れよみたいなずっと言われて、もうそれイラッときて、もう限界って帰ろうとしましたすぐに謝った。はい、謝りました。俺が悪かったです。これからも自分も上でやるたびにやっぱり、まあ、いろんな人に、まあ、試合中とか言われるし、まあ、そういうところやっぱりしっかり、やっぱそういうの慣れないといけないし、逃げちゃダメっていうのをやっぱ学びました。まあ、結構メッセージとか来て、まあ、そのアドバイスをくれて、まあ、その後自分の試合を見て、まあ、その場面を探して、あやっぱそうだってなって、やっぱそういう感じで次の代表でやっぱりその直せるようにしてました。何が全て、うん、うちはその規則とかがそんなにない学校なんで、やるやつはやるし、やらないやつはやらないで済んじゃうんですけど、アンリはもうとにかく自分が一番下手だって自分でずっと言ってて、キックとかも壁に何度も何度も蹴ってるのを見てましたし、こうウェイトもきちんと
コーチと話しながら、まあ、あとは細かいところは小室さんともね、いろいろ話して修正してもらってるけど、まあ、メリハリがありましたね。本当やるときはしっかりやる、休むときは休む。でも一番にサッカーを考えてるっていうのは常に分かってたんで、そこの努力はまあ一番だったと思います。染めのもそうだったんですけど、型にはめないからやらなきゃいけないっていう、僕もそうだったんですけど、自分が代表入ってた時に俺がやらないとチームが勝てないっていう風に高校時代思ってて、だから自分がいっぱい努力しないとチームが負けちゃうっていうのは思ってたんで、それはもうアンリにはもうずっと伝えて、上に行けば行くほど責任が変わってくるから、で染野にもそれは伝えて、お前が点取らないとうちのチームは勝てなくなるよっていうのは言っていたんで、まあアンリはもう本当に代表行って、その都度ステップアップしたっていうのは、そういうふうに自分が上手くなれば周りがもっとついてくるっていうのはもう表現してくれたかなっていう。運も味方っていうのもあるけど、でさっきも富樫さんと喋ったんですけど、ワントレーニングごとにアンリが突然富樫さんのところに走ってきて、このトレーニングでやっと自分ができなかったことが分かりましたとかってアンリが突然来たとって言って、そういうのあると富樫さんもやっぱここがこうだこうだって教えたくなるって言って、そういうアンリが素直に聞きに行けるとか、そういうのがやっぱりみんながどんどん成長させたいって思うところ、僕らもそうですけど、アンリがこう何を思ってるのかなっていうのを考えながら小室さんと話したり、ただフォワードの時はちょっとなんか嫌なこともあったのかなともちろん思うんですけど、でもそうですね、まあそれも成長だからって言ってあえてやってたんですけど、もうチャンス1回しかないので、やっぱそういうところでやっぱりそういうのを聞かないと、もう多分絶対後悔しちゃうし、もう自分が帰った後、うわこういうとこ聞けばよかったなってなっちゃうし、それだったらもう指導者とか上の人が一番見てきた、いろんな選手を見てきたのに聞けばもう絶対わかるし、そういうところはやっぱり大事してましたね。いやそうですね、自分いつも朝練とか起きて、まあ、そういう、まあ、川崎フロンターレのパスとかそういう感じずっといろんな人とやってて、やっぱそのおかげで自分もそういう止めて切るだったり、まあ、そういう判断の速さは良くなったなと思うし、いろんな先輩とかに、まあ、鍵口とか多分言われたし、もう言われてたし、もう同級生にもいろんなこと言われてたし、やっぱそれが悔しすぎて、まあ、言ってること合ってるんですけど、やっぱりそういうところでやっぱり直さないと、やっぱサッカーで見返してやろうと思って、まあ、そこでまあやり始めましたね。そうですね、まあでも最初うちの梅津コーチがプリンスリーグでアンリを最初に使い始めて、俺自身は無理するなって梅津に言ったんですね。まだできないこと多いから無理しなくていいよって言ったんですけど、梅津がもう早くこいつは使わなきゃダメだって言って使い始めて、たまたまその1年生の時は僕らプレミアリーグに出てて、ファーストチームがで、セカンドチームでプリンス出てて、アンリがそのチャンスを全部プリンスリーグほとんど出てるの、もうほとんど出ました。でほとんど出てて、アンリのミスで負けることもあったりアンリの突然のオーバーラップで仙台育英に勝っちゃったりとか、建築的なヒールキックでアシストしたりとか、すごいことがあったりとか、でもなんか最終戦とか PK と、あれ退場したんだっけか。そう退場したし、もう自分の判断ミスで普通に余裕で失点しちゃうし、はい、そういうのがあったんですけど、梅津コーチがこう育てるって言って、そこで本当にきちんとやってくれて、最後の方は僕もどんどん出してって逆に言うようになったんですけど、もう安定したから、もう最初からそれをやり続けた梅津コーチがすごいなってまず思ってて、でこうその後はもう、まあ、怪我との戦いだったんですけど、そこは僕も相当チェックしながら、今やれることは何か、今やれることは何かっていうのを、まあ、松澤コーチもね踏まえてずっとやってきて、でもアンリの場合はそのチャンスをもう全部ものにしてきてるっていう、そのための準備をしっかりやってきたっていうのが、この個人の高校生としてのその能力の高さだったかなと思います。そうですね、持ってるっていうよりも努力した、いやもうそうですね、自分選手権の決勝であるゴールは、まあ、監督とか見てきて、まあ、そのゴミ朝散歩とかゴミ拾ってるとこ見て、やっぱり自分もその調子、もうみんながバス乗った選手権やる前に自分まあ一番最後に出て、まあ、みんなが残したゴミとか拾って、トイレのスリッパとかちょっとずれたらちょっと直して、そのおかげで自分もうまって、まあ、それ決めたんじゃないかなと思いました。いやそうですね、まあ自分もやれば戻ってくるんじゃないかなと思ってやってたんですけど、やっぱりでもその思考じゃダメと思って、やっぱり自分もね、やっぱ人間としてやっぱりそういうところやらなきゃいけないなと思ってし、まあ、サッカーだけじゃないっていうことで、やっぱ自分人間としてもう成長しないといけないっていうことで、はい、思いました。中2かな言ってて、まあ無理、まあさすがに、まあ、いろんな周りの人にもお前やっぱ無理って直言われたし、けど俺は絶対なるってなって、もう自分の中学校の中退連の先生に、俺は どうすればいい、プロになりたいんですけどどうすればいいですかって、もう直でメッセージで聞いたりして、まあそのぐらいで本当にその先生真剣に見てくれて、まあその中学の人にはまあ無理って言われてたんですけど、絶対見返してやろうと思って、はい、そっからでした。
いやそうですね、まあ、結構注目されて、自分もそういうところメンタル弱いところがあって、まあ、そのずっと気にしちゃうし、まあ、たまにずっと考えちゃう時あるんですけど、まあ、YouTube と調べいろんなミスだったり、まあ、そういうところたまに見て、まあ、気持ちを楽させるっていうのがあって、注目されるの嬉しいんですけど、でもやっぱり自分も、まあ、それ言われた理由はあるし、まあ、自分が下手っていうことで、まあ、すぐしっかりそこね、その辺を直して、まあ、これからももっともっと努力しないといけないなと思いました。はい、僕も全然知らなかったです、うん楽しくてしょうがないのかなと思ってました。上の人とやるのが。いや、もう楽しいっす。楽しいっす。楽しいっす。でも、ラッキーだったのは、染野が3年生にいたっていうのは。まあ、ラッキーっす。うん、ちょっとやるやつ。染野とバチバチやって、染野と対峙しながら工夫しないともうやられちゃうっていうのがあったんで、もうそういうのも踏まえて、いろんな運が良かったのかなっていうのは思いますね。うちの、まあ、少子のサッカー部って学年1番から10番内に5人ぐらい入ってたりもするんですけど、あんまり言いたくないけど下の方にも5人ぐらいいるんですよ。まあでもどっちかというと県外から来てる人間が成績すごい良くて、もう学年1番ずっとラウルが学年1番、3年間ラウルが学年1番で、一番心配なのはアンリだったんですね。やっぱりこう社会の歴史の人物なんて絶対わからないと思うし、そういうの心配だったんですけど、周りにみんなに教えてもらいながらちゃんとこうクリアすることはクリアしてたんですよ。でクリアできない、もっとあの普通の日本人がクリアできないやつらがいっぱいいて、それをバカにしたりしてストレス解消してて、うん、そうです、英語とかです、そういう感じ。そういうなんか仲間にもすごく恵まれてるんですよね。なんかそういうなんかみんなで笑い合いながらやってるっていう、で最後の方はみんながアンディに負けないように頑張るみたいなのも含めて、だから勉強もあんまり苦労したことはないですね。僕的にはそのもう僕がプロになる人間っていうのは、あのルールの中のところをクリアしてればいいって言って、でもし大学行きたくてその目標があるならば、その目標の数値まで届かなければいけないから、その目標の数値に向かって努力しなさいって言ってるんで、一番取っておけば一番いい大学に行けると思ってる人はもう勉強一生懸命頑張るし、サッカーで一番頑張りたいんだったら最低限のルールのところまでしっかり持っていかなかったら意味がないよねっていうのは言ってるんで、アンリはきちっとそこは全部持ってきましたね。いやもうそうですね、自分、まあ、赤点が30点ということでオールとかしてもう必死にやってました。そうですね、世界史だったり国語とかマジ分かんないです。いや楽しいです、もう楽しかったです本当に。あの代表とか帰ってきて、まあ、自分高3の時あんま学校行ってないんですけど、まあ、代表から帰ってくる時、まあ、本当にたまに辛い時があって、まあ、自分もたまに一般生徒とかともうずっと自分のクラスでもずっと喋っちゃうし、元気をもらってもうそのおかげで自分も元気出たし、まあ、よかったなと。そうですね、本当に最初は、まあ、自分の代はそんな仲いい人は仲良くなかったんですけども、結構グループで分かれてて、でもそこから中高2とかになってきたら、本当にみんなもどんどん喋るようになったし、まあ、みんなで自主練とかしたり、もう高3になってからもなんかみんなどんどん仲良くなってたりして、もうみんなで話すようになってし、もうそういうグループがあんまりなくなって本当に良くなったなと思いました。いやもうなんか、いやそっちの人は、まあ、そんな、まあ、結構もう頑張れよみたいな感じでしたけど、一番辛かったのはあの自分がまだ寮にいない時間があって、まあ、みんながいない時に自分も部屋一人でもうみんな荷物とかなくて、それが一番辛かったです。うん、寂しいです、もう誰もいなくて、自分一人の荷物だけあってもう誰もいなくてきついです。3月3日の卒業式出て、4日から高校選抜行って、代表だなんだいろんなの動いて、13日帰ってきたら、アンリの荷物だけポツンとだけあって、誰もで他全部清掃されてて、誰もなくて、あれ、きつかったです。一番嬉しかったメッセージけど、あれ、監督のあの、なんか色紙みたいに全員書い分があって、もう監督の分だけ、あの、世界一目指せって書いてあって、それが本当に嬉しかったです。アンリしか書いてないですけどね。うん、それが嬉しかったです。いやもうだって今も目指すのは世界一しかないです。もうアンリが目指しているセンターバックで世界一になるっていうのは、もうそこを目指すしかないんで、もうやれるもう可能性しかないから、あとはもうやってもらうしかないなって。でもアンリあれですよ、僕卒業式終わって家に帰ってボケーっとテレビ見てたら、アンリがテレビに映ってると思ってパッと見てたら、うーんって泣いてましたからね。ああ、そうね。ちょっと一言言わなきゃいけなかったですよ、クラスにみんなで。泣いてない泣いてないって言いますけど、ちょっと涙言いました。ちょっときつかったです。いや、もう全部完璧すぎて、もうないっす。そうですね、自分もやっぱり、自分も頑張っていけないし、ここも頑張らなきゃいけないってことで、まあ本当に結構、まあプレゼントとかいっぱいしたいなと思いましたね。そうですね、あの、プーマさんのおかげで、アンリが海外に行けた期間があって、まあ1日1回はない、はい、行ってすぐ帰ってきたのは通信だったけど、ね、もうそれで海外に行って、で、吸収したことを、少子にいっぱい落としてってくれたんですよ。
もっとセンターバックは声出さなきゃいけないんだとかって言って、もっと声を出すことを練習中もしてくれたりとか、海外ではこうだっていうのを落としてくれたっていうのが多くて、だからそれをこうみんなに伝えてくれたことはすごく多かったんで、もう世界のスタンダードがもう、まあドイツだったり、そういう国がもう世界ナンバーワンの国ではあるじゃないですか。でそこに今度は飛び込むから、それが当たり前になってくるっていうのが管理の成長を加速させてくれるんじゃないかなと思うんで、負けてほしくないなって思ってます。これからもいっぱい辛いことあると思うし、でもやっぱり自分が目指してる世界一ということなので、まあ、そこで絶対終わっちゃいけないし、もういろんなことを学んで頑張りたいと思います。本当にもう全てをまあぶつけて、はい、本当に後輩にもっといい見本になるように、これからも自分も本当に選ばれ続けなきゃいけないし、本当に努力した姿を見せれば自分にもう一個下の後輩ももっと頑張るんじゃないかなと思って、それもそれで勝者も強くなるし、もう本当に勝者が目指して全国制覇なので、もうもっとやんないと、まあ、自分が2回戦で負けてすぐそういうポロッと負けちゃうし、まあ、後悔のないもっと努力してほしいですね。まずはまあ自分で寮で自立することだったり、高校入ってからやっぱり他の人の気持ちを考えるようになったし、まあ、それもサッカーの面だってもう全部成長したし、高校まあ結構きついって言われてるんですけど、毎日練習やったりして、でもやっぱりそのおかげでやっぱりいろんな人強くなってるし、まあ、それが本当に少子のおかげでまあここまで来れたなと思いました。そうですね、まあ、その本当にもう苦しい、もう本当にいいことよりも苦しいことが多くて、本当にやめ高1ぐらいでもう本当にやめてえなと思って、もう親とかに泣きながら電話して、やっぱりもう無理だって言ってたんですけど、やっぱりそこでまあ逃げたら終わりで、頑張ってよかったなと思いました。でも本当に寮生活って、僕自身が高校の時にやれって言われたら多分できなかったと思うんです。僕はだから今うちに来てる選手は全部すごい寮生活とかもやっててすごいなって思ってるし、特にアンリなんかは言葉とかもちょっと壁があるところでやってて、それをね普通に克服してるというか、逆に3年だったら楽しみに変えちゃった、寮生活を楽しみに変えちゃったっていうのがすごく人間的にいいなと思うんで、まあ次の環境行くのも、まあ僕が今アンリと同じ立場でじゃあ行けって言われたら、多分俺はビビって行けないと思うんですね。でもそこにアンリはまた新しいところに飛び込んで、だから自分のことを一番伸ばしてくれるようなところに常に選んで行けてると思うんで、だからそれが今後もうアンリのいいところだと思うし、でそこをまたステップアップにして、でまた次のところっていうどんどん行って、で最後にはチャンピオンズリーグに出て決勝のファイナルのピッチに立ってるっていうのがアンリの夢でもあるんで、そこを僕はお金貯めて試合見に行きます。それからアンリに招待してもらいます。まあそうですね、まあ、そう自分高校選抜も監督だったんで、もう本当に勝たせてあげたかったんですけども、全然勝たせてあげられなくて、プレミア戦だったりもう選手権だったり全国で勝たせてあげられなくて、本当に申し訳ないなと思って、本当にその思いが起きてけど、あのゴールはもう嬉しかったですね。だってあそこで負けたらもう終わりだったんです。でもそうですね、まあ、やっぱり最後は自分がチャンピオンズリーグ出て、まあ、そこで優勝して、まあ、そこで監督と一緒にトロフィーを持って写真撮りたいなと思って。こっちの方がいいんじゃないですか。